インテルセレロン、インテルセレロン、インテルセレロンは、インテルの x 八十六アーキテクチャのマイクロプロセッサのうち、低価格、エントリー、ローエンド、廉価 PC 向けのマイクロプロセッサに与えられるブラン名で、ある。1九9八年四月に、ペンティアム E の廉価もしくは、低価格版として登場し、ペンティアム EE、ペンティアム四、ペンティアム M、インテルコアと、 それぞれの製品とともに発売されてきた。発売目的は、インテルの新しいマイクロアーキテクチャのプロセッサの発売とともに、それ以前の処理性能が劣るマイクロアーキテクチャのプロセッサの希望小売価格を大幅に値下げすることで、競合するプロセッサメーカーの販売機会を奪うことであった。これにより、CPU 市場のシェアを上げるとともに高い収益性を維持できた。 しかしペンティアム E 世代になって登場した AMD の K6 プロセッサはペンティアム E と大きくは劣らない処理性能を持つまでになり全世代製品である MMX ペンティアムプロセッサの希望小売価格を値下しただけでは競合メーカーを抑えることは難しくなっていたそこで高収益製品の価格を維持するとともに競合メーカーと張り合えるだけの処理性能をつ安かな 製品が必要となり、上位製品と同等のマイクロアーキテクチャを持つレンカ、もしくは低価格品として発売されたものである。2003年頃までのインテルは、基本的にデスクトップ用とモバイル用で、共通のマイクロアーキテクチャを採用しており、セレロンについてもデスクトップ用、セレロンとノート用、モバイルセレロンで、共通のコアであった。しかし2004年頃、 インテルが Pentium 4向けに開発したネットバーストマイクロアーキテクチャは消費電力が高くなりすぎたためモバイル用として従来品の Pentium EE に近いマイクロアーキテクチャを持つ Pentium M を開発せざるを得なくなった。これによりセレロンもデスクトップ用、セレロンリーとモバイル用、セレロン m でそれぞれ別のマイクロアーキテクチャとなった。その後デスクトップとモバイルの両用が可能なコア、 マイクロアーキテクチャが開発されたことで再びマイクロアーキテクチャが統合れ、2007年6月頃から再び共通のセレロンへと再命名されたその後はデスクトップ用とモバイル用はプロセッサーナンバーで区別されるようになっている Pentium Pro から Pentium E まで採用された P6 マイクロアーキテクチャを採用したもので 原則として Pentium E および Pentium E と同じ、スロット1および、ソケット370のプラットフォームを持ち、コビントン、コビントンは0.25マイクロメートル版プロセスの最初のセレロンで、2次、キャッシュメモリを持たない。実体は、同世代の Pentium E デシューッツのコア部分である。パッケージは、 ペンティアム E のカートリッジから基板のみを取り出した SEPP 形状を採用。製造原価を抑える効果があるものの、二次キャッシュメモリを取り除いたために二次キャッシュに依存するアプリケーションでは処理性能が低下したペンティアム E そのものであったため発表当初は不評だった。急遽投入が決まった急増品の性格が強く、次期のセレロンの発売が行われたことからに製品を 投入するのみに止まった。日本のマニアユーザーにより CPU 本体のパッケージから出ているとあるピンとの決戦を切断しジャンパーを1本飛ばすだけで p e n t i u m E 同様に 2CPU での SMP が可能であることが発見され安価なセレロンでのデュアルプロセッサブームの元となった。また2次キャッシュメモリを持たないため2次キャッシュメモリが原因で動作クロックを上げられない。 ペンティアム E と比べ、オーバークロック動作が可能で、アプリケーションによっては本来 P ニアム E の廉価版で、あるはずのセレロンの方が、処理速度が速くかつ安価なシステムを構築できることが、マニアユーザーの間で注目され、以降のセレロンブームと、オーバークロックブームの火付け役となった。メンデスの、メンドシノア0 2マイクロメートル版プロセスで、製造された次、キャッシュメモリ統合型セレロンで、 1 2 8イトの2次キャッシュメモリをコア内に内蔵する。性能そのものとしては、リクソンと呼ばれるモバイルペンティアム e である。2次キャッシュメモリは、コアの1、2の速度で動作するペンティアム e とは異なり、コアと等速で動作する。また、ペンティアム e と異なり、ライトスルー動作となっている。コビントンに比べ処理性能的に、同程度の動作クロックのペンテ t i e にそれほど、 劣らない。二次、キャッシュメモリが CPU コアに内蔵された結果、マザーボードの製造原価を押し上げているスロット1で、ある必然性がなくなり、製造費用削減を重視したソケット370パンが主流となる。コビントンと同じく再構することで、SMP 機能を復活することが可能で、ソケット370パンでは、 CPU 本体に細工を加えずに SMP 動作させることも可能となっていた。これを受けて台湾の核マザーボードメーカーがソケット370パンのセレロンをスロット1に装着する変換ボードには軒並み SMP 動作可能な設定を行うジャンパーを追加して発売されるようになった。中でもアビット社からソケット370パンのベンレスの以外では使用できない。 デュアルプロセッサのマザーボード BP6 が発売されるなど、デュアルセレロンブームが起こった。コビントン同様、CPU を細工することで容易にオーバークロックができたため、引き続き、オーバークロックに挑む人が増えた。コパーマイン -128K、カッパーマイン -128K は0.18マイクロメートル版セレロンで、128KB の2次キャッシュメモリを コア内に内蔵する。実体は Pentium EE 第2世代のコパーマインの2次、キャッシュメモリを半減し、デバイスに対してデータ転送などを要求してから、その結果が変装されるまでの遅延時間、デイテンシを意図的に高くしたものである。Pentium EE をベースとすることで、セレロンでもスメーレセットに対応するようになった。Pentium EE には存在していた、スロット一般は発売されず、 全製品がソケット370版である。この製品以降の CPU は対象型マルチプロセッサシンメトリックマルチプロセッサ SMP 動作機能が最初から不可能になっている。コパーマインのうち、初期のペンティアム E 自体に本来備わっているはずの SMP 機能が実装されていなかった。また、コパーマインの構造上、CPU コアがむき出しのため、 自作ユーザーの間でヒートシンクなどの装着時、コアの四隅に過大な力が加わり、コア自体を破壊してしまうコア掛けになる被害報告が続出した。改造行為となるため初期保証や製品保証を受けることができなかった。この問題を受け、マッキロットのコッパーマイン、コア以降、モバイル向けを除く CPU の構造ではヒートスプレッダーが多く採さ,されることになった。 競合企業の低価格市場向け製品の成功により、インテルはより低価格なセレロンの発売企画を計画し、コパーマインを基本設計にメモリコントローラなどを統合したプロセッサティムナ、ティムナオビグラフィックス統合版ティムナプラスを開発した。しかしティムナに統合したメモリコントローラで利用できるメモリはダイレクトドラムのみであり、ダイレクトドラムの メモリモジュール自体の発売価格がテルの予想に反し、安くならなかったことから、ティムナは低価格帯パソコンには不適合と判断され、計画自体は中止された。0.25マイクロメートル版 MMX ペンティアムティラム o クの後に、ティムナとティムナの設計を通することで経験を積んだ、インテルのイスラエルの開発チームは、後のペンティアム M とそれに続く。 スコアマイクロアーキテクチャの開発を担当することとなった。トゥーラトン -256K、ティアラティン -256K は0.13マイクロメートル版セレロンで256キロバイトの二次キャッシュをコア内に内蔵する。ペンティアム e 第3世代のトゥーラトンと実質同じものであるが、FSB は 100MHz に抑えることで二次。 キャッシュメモリのデバイスに対してデータ転送などを要求してから、その結果が変装されるまでの遅延時間、レーテンシも大きく設定されている。SMP 動作は無効になっている。Pentium 4のアーキテクチャである t トバースとマイクロアーキテクチャを採用したセレロンソケット478のプラットフォームを用いる。v i l a m e t 1 2 8 k ウィラメット -128K は第一世代ペンティアム4であるウィラメットベースのセレロンで1 2 8イトの二次キャッシュをコア内に内蔵し0.18マイクロメートルプロセスで製造されるウィラメットコアと共に登場したソケット423が不具合で早々と廃止されたためソケット478のみを採用している二次キャッシュメモリは トゥーラトンコアのセレロンと比べ半減しているが、デバイスに対してデータ転送などを要求してから、その結果が変装されるまでの遅延時間、0.4はペンティアム4と同じになった。ペンティアム4が0.13マイクロメートルプロセスのノースウッドへ移行したことで余剰となった0.18マイクロメートルプロセスの製造ラインを活用し、ネットバーストマイクロアーキテクチャで追加された。 すぎ命令セットの普及を狙いた戦略的な商品であったが、トゥーラトン -256 キロと比較して製造原価が高い上、動作クロックの割に処理性能が見劣りすること、発熱量の多いネットバースとマイクロアーキテクチャであることなどが相まって市場の評判はかんばしくなかった。拡充されていった点一三マイクロメートルプロセスの製造ラインに余裕が出てくると、 すぐ後継のノースウッドマイナス -128 キロへと移行し、製品としては短命だった。ノースウッドマイナス -128K。ノースウッドマイナス -128K は、第二世代ペンティアム4であるノースウッドベースのセレロンで、128キロバイトの2次キャッシュメモリをコア内に内蔵する。2次キャッシュメモリは、ノースウッドコアのペンティアム4の4分の1となっており、 処理性能そのものはそれだけをとっている。ただし、ウィラメットベースのセレロンと比べ、消費電力は低減されている。ちなみに、デバイスに対して、データ転送などを要求してから、その結果が変装されるまでの遅延時間、0点値がペンティアム4と同じなのは、ウィラメットコアのセレンと同様である。プレスコット V、プレスコット V は、第3世代ペンティアム4であるプレスコットベースで、 設計され、セレロン D と呼ばれる。90ナノメートルプロセスで製造され、256キロバイトの二次キャッシュメモリをコア内に内蔵する。FSB は 533MHz。キャッシュメモリと FSB が同時に強化された結果、ノースウッドベースのセレロンと比べると、処理性能そのものは大きく改善されている。3.60GHz までの製品が販売された。 ソケット478版と LGA775 版が存在する。プロセッサーナンバーが重複しているものは LGA775 の製品に J が付けられており判別が可能となっている。LGA775 版はバッファオーバーランを利用した攻撃プログラムの実行を防止するエクセクトディセイブルビット、NX ビットに対応しているほか、 一部の製品では6 4ビット、拡張であるインテル64にも対応している。ペンティアム4が65ナノメートルの製造プロセスで製造されるセダーミルに移行したことに伴い、セレロン D もまたセダーミル V、シダーミル V との開発故障の65ナノメートル版が発売された。性能そのものは L にキャッシュメモリが512キロバイトへ倍増された、以外は、 最後機のプレスコット V と同一仕様である。熱設計電力 TDP は 84W 版と 65W 版が存在する。バリューソッサマン。バリューソッサマンは、組み込み機器及びブレードサーバ向け、デュアルコアザヨン LV ソッサマンの片方のコアを無効化したもの、E7520 及び I3100 チップセットに対応、OEM 向け販売のみで、 単品での入手は困難。ソケット M に対応するが、セレロン M の故障をつけずに発売された、インテルアーカイブでのシリーズ名は、インテルセレロン、プロセッサースイズ 667MHz FSB と表記されている。コンロ L、コンロ L は2007年6月3日に発表された、製品。コアマイクロアーキテクチャによるデスクトップ向けで、シングルコアである。 コンロ CL、コンロ CL はセレロンブランドで唯一の LGA771 仕様でシングルコア、シングルソケットの i5100 チップセットを用いたサーバに組み込まれ使用された。アレンデール -512K、アレンデール -512K はセレロンシリーズで初めてデュアルコアを採用した製品で、 デスクトップ向け CPU、L にキャッシュメモリの容量を減らすことで、コア2デュオの再廉貨版となっており、同じコア2デュオの連貨版である Pentium Dual、コアよりも、さらに L にキャッシュメモリの容量が減らされた結果、512KB となっている。ウルフデール、ウルフデールは LGA775 のセレロンで、初めて仮想化技術、インテル VT に対応した製品で、 45ナノメートルプロセスルールで製造される。L にキャッシュメモリの容量が E1000 系の倍になっているのが特徴である。ディクソン -128K。ディクソン 128K はモバイルペンティアム E のディクソン、コアの2次、キャッシュメモリを半減128キロバイト内蔵した CPU である。コパーマイン -128K。12 カッパーマイン -128K はコア電圧等以外の大まかな処理性能はデスクトップ版と同等である。しかし、スピードステップテクノロジーには対応しない。トゥーラトン -256K、トュアラティン -256K はコア電圧等以外の大まかな処理性能はデスクトップ版と同等である。しかし、コパーマイン -128K 同様に、 スピードステップテクノロジーは対応していない。ノースウッド -256K。ノースウッド -256K は、ノースウッドベースのモバイルセレロン。デスクトップ向けで、同じコアを用いているノースウッド -128 キロと違い、2次。キャッシュメモリが256キロバイトとなっている。モバイルペンチューミーベースのモバイルセレロンと同じく、スピードステップテクノロジーは対応していない。 ノート PC 向け CPU、Pentium M に使われている、ボニース、バニアスコアの2次、キャッシュメモリ容量のうち半分を無効化することで1メガバイトから512キロバイトへと削減し、省電力制御である、拡張版、スピードステップ、アイストを省略した CPU である、セルロン M の名称が一般的である。プロセッサーナンバー製が導入される以前から、 発売されていた600、800MHz で動作する超低電圧版は、プロセッサーナンバーではなく、モバイルセレロン 600AMHz、800ブスの名称で販売された。310、333については、インテル発行の公式資料でもプロセッサーナンバーが、なく、単純に動作周波数で、表記されている場合がある。対応チップセットは 855GM。 855gm, 852gm, 銅3、ドッタンコアを採用した Pentium M から差別化で2次、キャッシュメモリ容量の半分を無効化して 1MB に減量したもの、番号末尾に J が付くものと3億7038万390はエクセクットディセイブルビット、NX ビットが有効になっている。対応チップセットは8 5 5 350、360と 915GM エクスプレスと、レイランエクスプレス 200M。動産マイナス 1M をより低消費電力化するために、2次、キャッシュメモリを1メガバイトから512キロバイトへと半減させたもの。これと同様に90ナノメートルプロセスの動産、コアペンティアム M、ウルブ版の2次、キャッシュメモリを512キロバイトに制限した。 バリエーションとしては他にも、インテル A100、A110、コードネームスティーリーガーとニルプイカテゴリーの最初のシリーズとして開発されており、パッケージングは異なるものの、本コアの派生品と指摘されている。ただしこちらは対応チップセットが次世代の 945K で、コアアーキテクチャから、VT や X64 を省略したものに位置づけられている。 同産 -512K の対応チップセットは 915GM エクスプレス、九 910GML エクスプレス、s 205、2番、セレロン M の名称がつかない。65ナノメートルプロセスで製造されるような、ようなコアを採用するコアソロから2次、キャッシュメモリ容量を半分の1メガバイトに減量し、省電力制御である、拡張版、スピードステップ、 アイスト及び仮想化技術、インテル VT を省略したもの。対応チップセットは、945GM エクスプレス、940GML エクスプレスとアチラデオンエクスプレス、200M。65ナノメートルプロセスで製造される、コアマイクロアーキテクチャのコアにソロに使われている、シングルコア版のミラム、メロンの2次、キャッシュメモリを2メガバイトから1メガバイトに半減させ、 省電力制御である、拡張版、スピードステップ、アイスト及び仮想化技術、インテル VT を省略した CPU である。モバイル向けセレロンとしては初めてインテル64に対応している。発売当初はミラムコアを使用し製造されていたが、後に L にキャッシュメモリの全容量が4メガバイトから2メガバイトに減量されたミラム、L コア変更された。 ただしどちらであっても実際に使用できるキャッシュメモリ量は1メガバイトである。当初はセレロン M ブランドで販売されていたがセレロン540の発売からセレロンブランドとなった。その後セレロン M530 もセレロン530として発売された。プロセッサナンバー末尾好みエクセクトディセイブルビット NX ビット対応。 セレロン五百二十三および五百七十三は超低電圧版。対応チップセットは五百三十三。メガヘルツ製品が gl 九百六十エクスプレス、六百六十七メガヘルツ製品が gl 四十エクスプレス。T シリーズが gm 四十五エクスプレス、gl 四十エクスプレス。この製品群の t 千四百とコアソロで。 プロセッサーナンバーが重複するが、あちらは、ソケット、M 対応のシングルコアで、ヨナを基本とした別の製品であるので購入するときは注意が必要である。ペンディン、L、ペンダン L、ペンディン,ン,ン L はモバイル用途向けの CPU である。45ナノメートルプロセスで製造される。SU シリーズは、カルブノート向け低電圧バンデュアルコアセレロン、さらにアイスと、 インテルサーマルモニター2に対応する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。